今回はね、ソフトバンクが2年縛りの医薬金0円にするっていう情報が出てきましたのでね、動画にしていこうかなと思います。少し前に AU がね、プラン限定で医薬金がね、1000円になるっていうのを発表しました。まあ、これに関してはね、いろいろな意見があって、特殊なプランだけ医薬金1000円って発表したんだけど、その他のプランに関しては今まで通り9500円で表記がされているので、まあ、これから先ね、 10月以降になったら1000円になったりするのかもしれないんだけど、現状の時点ではなんか1個のプランだけ1000円にするって変だよな、みたいな感じでもやもやを感じるんでね。なんか微妙だなって感じた部分あるんですけれど、今回のね、医薬金ゼロに関しては、どうやらね、全プランでね、医薬金ゼロ円になるって話らしいです。まあ、これに関してはね、実際にその時にならないと、昨日キャリアってどこもそうなんだけど、この金額で利用できますよっていう,うに大々的に出ていても、基本的にその金額で使えなかったりしますよね。なんか注意事項がものすげえいっぱいあってって感じになるんで、もしかしたらこの 違約金ゼロに関しても裏があるかもしれません。まあ、現状でねゼロ円になるっていう情報はねかなりね嬉しい情報じゃないかなと思います。 ショートバンクはね、2年縛りの違約金0円になると、多分他のね、キャリアさんもね、0円にしてくるんじゃないのかなと思います。この0円って響きはかなり強くて、もちろんね、au が他のプランを正に下げてきたら、それはそれでね、嬉しいことではあるんだけど、違約金があるかないかっていうだけで、負のイメージってだいぶ違うと思うんですよね。このキャリアって縛ってくるんだっていうイメージと、そういうのが一切ないんだっていうのは、正の価値以上なね、持ち的なね、負の部分ってあると思うんですよ。これが本当に完全0円になるんだとすれば、au が取ったね、総務省が言っている上限1000円 円に合わせてきたっていうのは悪いことではないと思うんですけれど少しでも取りたいっていう考え方よりも9500円からね1000円に下がってしまうならどうせだったら0円にしてうちは縛りとかもしないで自由に使ってもらえるんですよっていうイメージを植え付けた方がプラスの効果としてはねその1000円をもらうよりもよっぽどいいんじゃないのかなと思いますまあソフトバンクさんね本当にね違約金が完全0円になるかっていうのはわからないんですけれど9月中旬ぐらいにはねその辺が分かってくるらしいので、まあ、もしかしたらねその発表の後にルルカがみんな見てくれ この注意事項やべえぜっていうね、動画を撮るかもしれないんだけど、現時点ではポジティブなね、情報が出てきましたので、紹介させてもらいました。現状ではね、まだドコモのね、2年芝居の予約金に関する情報っていうのは出てきていません。なんで、ま、こ,こからね、ソフトバンク、au ドコモでの3キャリアでのこの戦いっていうのが出てくるんじゃないのかなと思います。ま、多分、ソフトバンクゼ0円にするんであれば、ドコモもね、それに合わせて0ロ円するんじゃないのかなって気はするんで、ま、ソフトバンクさんね、マジで頑張ってほしいなと思います。今回はまだ決定事項として出てきているわけではないんですけれど、 バンカね、2年縛りの約金0円するんじゃないのって話が出てきましたのでそれに関してね雑談をしてみました今後もね毎日更新でいろんな動画アップしていますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました